コンソメはフランス料理におけるスープの一つで澄んだスープの一種。琥珀色、炭鉱色である。コンソメスープを用いたオーストリアの料理もともとコンソメとは普通語で完成されたという意味で中世から見られるようになった。基本的な作り方は牛肉、鶏肉、魚などから取った出汁に脂肪の少ない肉や野菜を加えて煮立てる。 完成したスープの色は澄んだ、琥珀色でなくてはならず、濁っているものは許されない。煮込むことで具材から茶色が染み出るとともに、アクが出て、スープが濁るので、アクを豆にすくうほか、卵白や卵の殻を加えて、アクを吸着させ、さらにこした後で浮いた油分を取り除く必要がある。レストラン等ではこれらの手順は厳密に行われ、さらに焦がした野菜やカラメル等で着色し、 綺麗な琥珀色を完成させることもある。見た目は単純だが、非常に手の込んだスープである。熱いまま出す場合には冷めるのが早い上に、ゼラチン質を含むため、注意を必要とする。また、冷やして飲む場合もある。多くの場合は、様々な付け合わせと共に出され、風味豊かである割に満腹感は与えないため、コースの初めに食欲を刺激するのに、理想的なスープの一つである。 スープの材料、具材等を変えることで、いくつかの種類が存在する。コンソメドボライユ牛のコンソメは、コンソメドブーフ、鶏のコンソメは、コンソメドボライユ、魚のコンソメは、コンソメドポワソン、キジやハトなどの野鳥、量で得られた、動物類のコンソメは、コンソメドジビエと呼ばれる。また風味を増すため、材料には、腱や軟骨など、ゼラチン質を含むものがなければならない。 コンソメズブルという倍の濃さのコンソメのレシピもあるが、作り方は様々である。またかつては、剣や軟骨など、ゼラチン質を多量に含む部位のみを調味料を加えずに煮込んで、果物で風味をつけたものがデザートとして出されていたが、これはゼラチンを用いたデザートの先駆けである。澄んだスープをそのまま飲むことが多いが、具材を入れることでまた違った風味を楽しむこともできる。以下は一例。 コンソメコロンビーヌーズラの卵、人参、丸くくり抜いたカブ、グリーンピースを具としたコンソメ。コンソメロッシーにフォアグラを詰めた、シュー生地を浮かせたコンソメ。パリソワールパリの夕暮れの胃。ビシュソワーズの上から、静かに冷やしたコンソメを注いだスープ。コンソメを夕焼けに、ビシュソワーズを雲に見立てて命名された。日本では、ブイヨンと混同され。 西洋料理に用いるだし全般がコンソメと呼ばれることもある。非常に多くの材料と長い時間を要するため、家庭では肉や野菜などから作ることが少なく、固形状のコンソメスープの素を溶かしてコンソメ味を作ることがほとんどである。なおこういった混同の理由については、味の素の定番商品である固形ブイヨン、コンソメの存在が挙げられる。 この1967年に発売された固形 v 四は定番商品として黄色と赤のパッケージがスーパーマーケットやコンビニエンスストアでも必ずと言って良いほどに見られるが野菜などの煮込み料理で味付けに使ったりそのままカップの湯に落として溶かしコンソメ風のスープとしても飲めるものとしても販売され続けている。またスナック菓子にコンソメ味というフレーバーがつけられているが これはカルビーが1978年に発売したカルビーポテトチップスコンソメパンチがヒットしてから一般化したもの。主にブイヨンの粉末をまぶしたものである。ありがとうございます。